着替えた今日の服です。珍しい青エモダ。今日は全身エモダコーデです。今ベースと眉毛が終わったところ。ベース気になる人いる？ベースも気になる人いるかな。私のもう絶対に欠かせないリップ、クラランスの、これをメイクの前に塗っといたらいい感じ。ベースはまず、まあ、夏、まあ、ちょっと落ち着いてきたのであれなんですけど、マスクとかしてよれやすいので、これ塗るだけで全然私は違う。有名なやつ、プリマビスタの皮脂崩れ防止みたいなやつ、ちっちゃいやつ使ってます。もうほぼ使い終わって、これはでも全部塗るとカサカサになっちゃうから、私は鼻周りとちょっとこの辺だけ塗ります。ヒロさんありがとうございます。ハート、そう、この辺だけ塗る。でその後に最近はこのこれもめっちゃ使ってるって感じ、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンス。これ普通に日焼け止めなんですけど、トーンアップもするんですよ、紫だから。で保湿も割とするので日焼けしたくなくて。でもう一つ全身に使ってるのはこっちなんだけど、こっち顔に塗るとあんま保湿はしてくれないからこっちがおすすめです。ちっちさんありがとうございます。これを全部に塗る。で今日はこれそれだけで、ファンデーションはこれ。ほのかさんありがとうございます。花束ありがとうございます。これタンイドルウルトラウェアリキッド01番、コランコムのやつです。これはでも本当に薄付きなのでおすすめ。こっちのシューエムラ使ってたんですけど、こっちは割と硬くてこっちが柔らかめなんですよ。最近はこっちが好きで使ってるけど、こっちももうほぼなくなってきて、なんか中身あるように見えるんだけど、プッシュするともうほぼ出てこないぐらい使い切ってきてるから変えたんですけど、こっちおすすめ。カバー肌荒れがすごくて大変って人はこっちの方がおすすめ、シューエムラの方が。でもランコムは肌すごい割と薄く自然っぽくなるからおすすめ。でお粉イニスフリーしてって感じです。で眉毛までかけたので、ね、目に行きたいと思う。まあ昨日もこっからメイク始めちゃっててほぼ一緒なんですけど、なんか違うメイクしようか今日。何がいいかな。久しぶりにちょっと、じゃあこれ、私これ好きなんですよね。マジョリカマジョルカシャドウカスタマイズアイシャドウ、これをじゃあ二重幅に塗っていきます。ともすけさんありがとう。ハートアイドルの筆、意外と時間がなくて、なんか程よくキラキラしてくれて、でも濃すぎないのでおすすめ。ギャルメイクとかにいいと思う。ギャルメイクっぽくなるかも。だからこういうマウジ、あ、今日はエモダなんですけど全身。ひろたんさんハートありがとうございます。そう、こういう時今日ちょっと大人ギャルなイメージだからいいかも、こういうのは。
富山に広めに塗ります。反対側も。一時期こればっかり塗ってる時あったんですけど、うん、こんな感じ。マキポン、マキポンさんありがとうございます。塗ったらちょっと色、マジュマジュの色か、GD822 って書いてある。合ってんのかな読み方。細い方でこの色を ここにも塗ります。私は目を下に下に見せたい、垂れ目に見せたいわけじゃないんですけど、目のでかさを下に持っていきたいので、下の方を塗ります。ユッケさん、チッチさんありがとうございます。ダイユさんもありがとうございます。ここね、割と広めに塗ります。こっちも、9位ですね。8位いけるかな、いけそうですかね。どうだろう、ちょっとずつ上がってきた。もう巻き返すんだからあれ、なんか小島が来たぞってさせるんだから急に上り詰めてきたみたいなね、逆転みたいな、こういうことしてみたいじゃん。こんな感じで下を塗りました。塗ったん、クマタワーありがとうありがとう。こんな感じ。なんかすごい、なんかさあ、なんかめっちゃついてた美肌みたいな、滑らかみたいな、顔めっちゃ飛んでるじゃん。こんな感じね、逆転しましょう一緒に。のんさん、ずーさんありがとうございます。この辺までね、こうがっつり塗りましたら、ちょっとでも目をこの状態だとちょっとふわふわしちゃうから、これもマジュマジュ、これのね、マジュルカマジュルカジェアリングアイズアイシャドウ BR792、 これがねめっちゃ好きで、あ、でも取れちゃった超前の昔のやつ、なんか売り切れててさ買えないんだよね。これのここの色がめっちゃいいんですよ。でそれに似てたからこれ買ったんだけど、こっちよりこっちの方がちょっと明るめなんです。え、8位乗った、やった、7位いけるぞ、行きましょう。7位、7位目指しましょう、この時間帯に。ゆっきもありがとう。だからこっちの色の方がちょっと暗いから、これちょっと登って、この辺に二重幅よりちょっと狭めに、ちょっとね、つまめに入れます。割と色似てるからすごいいいと思う。みのりさんありがとう。この目の下にもちょっと入れとこう。ちっちさんありがとうございます。もうこんなんやりながらさ、こうあれですよね。しのさんありがとうございます。岡本さんありがとうございます。まちありがとう。メイクっていうのはもうやってやって、あ、今日うまくいかなかったなとかあっても何でも挑戦ですよね。そしたらちょっとこの黒も取って、この一番際に塗っとく。でちょっと広げます。よし、ほのかちゃんありがとう。
よし、いいんじゃない。したら次これミシャのグリッタープリズムシャドウ GBR02 っていうこの色を手に取って、これラメが可愛いんです。大吉さんありがとうございます。りょうさんありがとうございます。手に取ってキラキラ見える、このテカリ方すごい綺麗なんですよ。これを黒目の上に、ツヤツヤ、オッケー、私服かわいい、やった、載せます。またまゆちゃんありがとう。そしたらアイシャドウは割とこれくらいでいいですね。そしたらまつげあげます、ギャンギャンに。わ、メイクしようがしなかろうが可愛い、なんて褒め言葉、嬉しい、ありがとうございます。本当に私もメイクは割と好きですね。メイクしてる時間好き。楽しいですよね。はるちゃん、ちっちさん、朝次郎さんありがとうございます。ちっちってなんか懐かしい響き、なんだっけちっちって、なんかちっちってなんだっけな、なんかちっちゃい時ちっちって言ってた記憶あるんだけど、なんだろう、ムンチッチのちっち、なんだろう、ちっちって友達いたっけまつげ病気とかしてない。まつげはね、まつげはねいいんだよね、いいもの、いい感じで生えてるんですよまつげは。さやかさん何ちっち、あ、言う、あ、そういうこと、それかな、ゆうちっちでしたっけ。 KB さんありがとうございます。りょうさんありがとうございます。これがあれですね、マスカラ下地エレガンスカールラッシュフィクサー、これめっちゃおすすめ、ずっと言ってるけど。めっちゃ欲しい なるんだけどめっちゃ欲しいですよ皆さん。りょうさんありがとうね、欲しいなるね、おすすめ。そうだそうだ、ゆうこさんとさやかさんでゆうちっち、あ、それだそれでした友達だっけとか言って全然違った、なんかでも懐かしい響きでした。カールめっちゃ取れないです、これするだけで。わあ、ちっちさんいっぱいありがとう、ゆうきさんもありがとうございます。じゃあアイライン行こうかな、時間がね。あ、もう15分経ったの、早っ、大先輩です。はい、じゃあこちらからいきます。人のメイク見るのって面白くないですか、なんかポイントとか違うしメイクの仕方全然違うし。星集めお願いします。できた、こっち
とアイラインのコツなんだろう。でも多分人の目の形なんて全然違うと思うんですけど、自分は本当に延長線上でなんて描く感じで、なんだろうね、コツもうやりまくるしかない気がする。アイラインもよく褒めてもらいます。確かに長めですね。私は目の形って本当に人によって違うから、アイラインの引き方とかインナーとか、この中にこう粘膜埋めるのも、埋めない方が可愛い人も絶対いるし、埋めた方が目が大きく見える人も絶対いるから。わーちっちさんありがとう。え、やったー。え、7位？私の基本はこれかな。いや、追い上げすごいじゃん。え、嬉しいんですけど。よいしょ。腕が目に入って。大丈夫ですよ、それはしない。そうだから、こんな感じ。私はでも本当にこの4年ぐらい毎日のようにメイクして、なんか自分は何が合うのかっていうのを分かってきたから、やるしかないですよね。なんでも、のんちゃんありがとうございます。ちっちさん、代表さんもありがとうございます。よし、これは B アイドルの大好きなここの色です。ここの色ね、ここの色がね、私はここの涙袋にいくらでも可愛くなれるんだなって思う。本当に1年前の写真とか、いや、なんなら半年前とかでも全然違うし、まあ、髪切ったのは大きいと思うんですけど、ショートは。 あかりさんがテレビ出てるって。こんな感じ。涙袋も、ももさんありがとうございます。塗ります。したらちょっともうちょっとキラキラさせたいな。え、すごい、皆さんありがとうございます。ちょっと電波ね、 Wi-Fi がねおかしくなったっぽい。これちょっとクリオな、このキラキラになりますね。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。まあでもすぐね、逆にこんな簡単に6位まで来たってことは、逆に簡単に下がってしまう可能性が高いから、まあ私は1位を、ね、目指しているので、まだまだこんなもんじゃないですね。頑張りましょう。ちょっと希望の光が見えてきました。嬉しい。目指せてっぺんですよ。やるからには1位がいいですもん。1位、涙袋どうですか。このクリオです。キラキラでしょ。おすすめ。涙袋も確かに褒めてもらうこと多いかも。ちょっと、あ、見えないか。こういうやつ、キラキラのこういうやつです。1位取ったら、確かに1位取ったらなんか やるっていう約束しましょう。1位だったらこんな感じで。PNI、 あ、 PNI をなんか、これはやっぱね、ステージに立つ時とかにしかしないけど、あんまり本当にこの下まつげに塗るのが本当にね可愛いんですよ。これそう、下に直接皮膚に塗るより、こうまつげに塗るのが私は好き。1位になったら何するかっていうのをちょっと決めましょう、後でまた。ちょっと今はちょっと準備する割と時間がないから。じゃあまつげいきます。
ヒロインメイクです。ギャンギャン塗るよ。すごい、6位だ、すごい、本当に嬉しい。一桁で、一桁に行きましょうとか言ったら6位まで来ちゃった。嬉しい。うんうん、ギャンギャン。よし、こっちもちょっと髪の毛もやりたいんですね。次のショールーム配信は5時半からで、握手会の合間になります。ちょっと開くね。できた。でチークさっき言ってたこの新しい色の方にしようと思う。どっちがいい？こっちにしよう。新品だよ。ちょっとお粉しちゃったな。先に塗るべきなんですけど、本当は粉塗っちゃったよ。ちょっとよれたら嫌だな。ゆっきーさん、みのりちゃん、ありがとう。新品。あ、いい色。あ、めっちゃ映ったくない？大丈夫？心配。まあいいけど、全然映っちゃダメなものはないか。クリームチークってね、むずいですよね。見えてない？あ、よかった。まあないんだけど、別に無印良品とかなんかめっちゃ置いてあるけど、フィンランドの子にもらった絵とかがいっぱい飾ってる。クリームチークちょっと難しいけど、でもこうやってスポンジとかでこううまく伸ばしたりとか、うん、いい感じの色味、いいかも。これ0220番です。クリームチーク20、いいんじゃない。私はこの頬の上の方で外側の方に伸ばしていく。うん、程よくいい感じ。 OK です。涙袋の線描きます。ケンキャンメイクじゃなくて、なんかケイトのやつ、こんな感じで。まずはまあ濃いめに入って、ここにスポンジで伸ばして完成。 OK OK。 ハイライト大変だね、女の子は。あれもこれも待って、割と時間ないじゃん。ハイライトはドラメルシエのハイライト、鼻と先っちょです。塗ってね。スポンジ100均ですよ。 OK。 じゃあ髪の毛、まあもうほぼ完成してる。今日もストレートにしたいと思います。これは自分が行ってる美容室のやつのオイルを手に取って、毛先の方に塗ります。束感を束ねて、
クリアさんありがとう。毛先の方にね最近はたっぷり塗るのにハマってます。濡れてるねぐらい塗ります。で余ったので前髪を軽く束にして、耳はほんの少しかけて、濡れかった方がいいですよね。わかる、おしゃれ感が出るよ、濡れてる、濡れ感出すだけで。だからショートカットの人とかで巻くの難しいとか、なんか何しどういうヘアアレンジがあるっていう悩んでる方は、とりあえずストレートに毛先だけこうやって濡らしてみてください。できた。下ちょっとアホ毛もね、はい、上の方塗っちゃうとすごいなんかめちゃめちゃ油ぎっしゅな人に見えるから、塗りすぎ注意。2分前、よっしゃ完成、ギリギリ。ではランキング発表します。皆さんありがとうございます。まさか6位まで来れるなんて。また後で5時半からお願いします。じゃあ13位ズーさん、12位 KB さん、11位ユッキーさん、10位山内さん、9位大吉さん、8位ポップコーンさん、7位ひろたんさん、6位チッチさん、5位楓エネビフォーテ大好きさん、4位みのりさん、3位カタッチさん、2位ユッケさん、1位ぬったんです。ありがとうございました。よしよかった。ではお話し会で会いましょう。10時になるかな、 10分になったら止めます。あとちょっとでなる。またね、バイバイ、ありがとう。